はい、皆さんこんにちは。今回私は何に関して言及させていただきたいかというと、世界一周をする場合の世界一周する時のね、料金どのくらいかかるのかということに関して言及させていただきたいと思います。これね、結構ね、興味深くね、思ってる方いらっしゃると思います。まずその学生の方でね、今までアルバイトで貯めたお金、もしくは親からね、援助してもらって行かれる方で、あとは社会人になってしばらく働いてですね、お金を貯めてて、その貯金を持って、退職してですね、次に転職する前に、他の会社に行く前に行かれる方、いろいろいらっしゃると思います。で、そういった方々に世界一周する際どのくらい料金がかかるのかということに関して、言及させていただきたいと思います。まず世界一周といってもね、いろんな旅があります。例えば本当に20、30カ国行って世界一周してきましたっていう人もいますからね。で、世界一周ということで、まあそれは本当に定義ってのはね、定まったね、確実な定義ってないと思います。例えばまあ世界一周ということで、この5大陸制覇しただけでも世界一周とは言えますからね。一周回ってきたってことですから。だけど基本的な世界一周ということは、だいたい50から60カ国行ったことをだいたい世界一周と言います。それもね、大体の大陸行ったってことでね。で、その50、60カ国行った場合、ね、どのくらいかかるのか、大体期間は半年ぐらい、これに関して言及させていただきたいと思います。まず50、60カ国ということで行く場合ね、いろんな国行かれると思います。まあ、世界一周されるということでね、アジアから入って東南アジア、よくね、沢木耕太郎さんのね、あの深夜特急見た、まあ、見た方いらっしゃると思います。太田隆岡主演のね、ああいうのを見て、ちょっと世界一周憧れてっていう人いるかもしれないですけど、こういうふうに、まあ、アジアから入ってですね、で、そこから東南アジア、ね、インドとか、あとはヨーロッパ、中東アフリカ、あと中南米、ね、あと北米ね、そういったところ行って戻ってくる場合、まず、1回で回る場合はね、世界一周の場合は、世界一周航空券っていうのを、使うといいと思います。これはいわゆるね、世界にはいろんな航空会社あると思うんですけど、航空会社でもいろんなチームがあるわけです。加盟をしているね。それらは、スターアライアンス系、スカイチーム、そしてワンワールドでございます。この3つのね、チームがあって、それぞれに加盟している航空会社があるわけです。例えば日系の航空会社、国際線を飛ばして日系の航空会社2社あるわけですけど、それは、全日空、アナと、JAL、日本航空でございます。日本航空、JAL に関してはワンワールドに加盟しているということで、あとはアナはね、全日空は、スターアライアンスに加盟しております。例えばまあ、そのね、それぞれのチームでね、世界一周航空券決めるわけですけど、スターアライアンス系で、まあ、世界一周航空券を切ると、した場合を仮定いたしましょう。そういった場合に、アナとかね、あとはそれと同じようにスターアライアンスに加盟している航空会社を利用できるわけですけど、アナで全部が賄えるわけないですよね。それはなぜかって言ったら、こことここの都市間というのは、就航しなかったりするわけで、そういった時に、そこに加盟している、航空会社を利用することができるわけです。で、世界一周航空券ということで、基本的には16本までね、便を入れるわけでございます。例えば、ここから日本からバンコクまでアナで行きますよね。で、バンコクからヨーロッパまで同じスターアライアンス系のタイ航空で行く。そして、ヨーロッパから、ドイツから、ブラジル。これもルフタンザドイツ航空で飛んでるので、それで行きます。で、ユナイテッド航空、これもスターアライアンス系なので、そのユナイテッド航空で、ブラジルから、このアメリカまで飛んで、そこからまたユナイテッド航空でこう帰ってくると。これが最大で16本までつけれます。なので、もしそれでも足りない場合っていうのは、プラスアルファでお金払えば、まあ、付け足しでもできるんですけどね。で、皆さんがどこに行くかによって、そこのところ16本までつけていただいてね、足りなければ、そこにプラスアルファでフライトをつけるお金を払ってね、もしくはバスとか電車で移動するっていうことも、ルートで考えるといいと思います。結構大変ですね。なんで回るのはね。で、まずその航空券、世界一周航空券がどのくらいするのかといったら、まあ単体で言うと大体36万ぐらいなんで、そこから税金がね、多分今、ネイサーチャージも含めて大体30万ぐらいかかるので、多分60から70万ぐらいは考えた方がいいかなって感じはします。航空会社ね。航空券。で、宿に関してね、基本的に世界一周する人ってそんなに五つ星の、四つ星、五つ星のホテルずっと泊まってる人ってはよっぽどお金がある方じゃないと泊まってないと思うんですけど、基本的には安宿であると思います。アジアだったらゲストハウスとかね、バックパッカー、ヨーロッパに行ったらホステルとか利用する方多いと思います。
で、それら、例えばアジアだったらね、ゲストハウスで大体1000円から2000円泊まれますし、で、ヨーロッパ行ったら、まあ今円高なんであれですけど、大体2000円から大体4000円ぐらいでね、一泊あたりホステル、共同部屋の宿ですけど、泊まることができます。アメリカなんかもそのくらいすると思います。で、それらを加味すると、大体じゃあ平均で一泊あたり3000円としますよね。3000円かける、30日9万円。で、半年した場合54万円ですよね。そうすると、航空券が例えば70万ぐらいした場合ね、120万ぐらい、するわけでございます。で、食事に関しては、1食あたり600円としましょう。まあ、もし朝食も取る場合、まあ、ちょっと多めに換算してね、1日あたり2000円ぐらいかかるとして、で、それを30日過ぎたら6万円。で、半年で、18万円でございます。まあ、約20万円とした場合ね、ちょっと贅沢する場合、20万円。で、した場合ね、そうすると大体いくらぐらいになるかっていうと、150万円です。そこからね、バスとか利用したりとか、香水、入場料とか含めてもね、やっぱ200から250万。これは最低でもね、かかります。これはかなりケチケチな旅行して200から250万ですから、本当に足りなくなることもありますので、できればね、半年間、60カ国行く場合、世界一周航空券を切って、最低でも私は300万円は必要だと思ってます。なので300万円は必ず用意した方がいいかなって感じはいたします。で、まあ、もちろんもしね、もうちょっと贅沢をしたいなら、プラス400万とかね、200万、300万、400、500、600万ぐらいあるとね、余裕を持った旅をできますし、いろいろとね、楽しめるかなって感じはしますけどね。今私がね、世界一周再開して、今60カ国行ってますけど、ね、数年前に。もともと私は旅行会社で働いてましたので、旅行会社で働いた時、まあ、貯金してたんですよ。その貯金で切り崩して最初は旅してました。ただ途中でね、結構私もお金はかける方なんでね、お金なくなってしまって、私はまあ他の、まあ、会社で、ね、派遣としてですけどね、働いて、で、稼いで、で、また旅出て、また戻ってきて、稼いで、また行ってって感じだったんですけど、まあ今回でね、終わりにしようと思ってます。今60カ国、まあぶっちゃけなしね、自分は60カ国終えたらもう世界一周終えと思ってたんですけどね、50カ国の終えたのはもう3年前だったんでね、あれでしたけど。で、40カ国行くってことです。今まで60カ国で大体いくらぐらい使ったかって言って、700万から800万ぐらい使いましたけどね。まあそれだけちょっと贅沢をしてきたわけですけど、まあケチケチだったら本当に300万ぐらいでいけるかなって感じはします。100カ国を目指していく予定でございますけど、私はね、まあこちらのチャンネルでも、現地で撮影してきた動画をね、説明しております。まあ実際そこでアップし、で撮ってきたのをこちらでアップして皆さんにご紹介しています。他にもね、本当旅行会社で、働いてきた、そしてで培ったノウハウ、知識、スキルをこちらでもね、皆さんにご紹介、伝授していきますので、皆さんぜひともね、チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録いただければと思います。もしかしたら皆さん、ね、どこかで私とね、お会いするかもしれない、旅先とかでね、言いながら会うかもしれないですけど、その時はね、アッキーラさんとね、声をかけていただければと思います。それでは皆さん、ぜひともね、もし何かわからなかったらコメントでも、コメントでもいいので、もらえればと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。